関という町は、まあ、鞘師さんにしても、研ぎ師さんにしても、いろんな、何名か職人さんが関という町に集まってるんで、その他の職人さんの仕事を見せてもらう機会が結構あるので、まあ、完成品じゃなくて土地の状態も見れるっていうところが、まあ、僕とかが他の職人さんのこの下地の状態を見てすごい勉強になる点がいろいろあるんで、多分他の町だったらその下地の状態で他の職人さんの仕事を見れるっていうのはなかなか機会が少ないと思うんで、そういう点で、まあ、関の町はそういう技術が磨けるのかなっていうのが、僕はそう思って、まあ、職人さんの仕事のいいところをこう真似して、まあ、スキルアップできたらなと思ってやっています。